マーレ襲撃の後にな、わしら調査兵団は飛空艇に乗るんやった。そして撤退の最中、一人の少女に調査兵団が撃たれるんやった。第163話、サッシャ・ブラウス。チチース、ジョニー君だー。というわけでな、今日はな、サッシャ・ブラウスの最強の使い方をな、やっていこう思うとるんよ。で、最強言っても、やっぱもう、持っとるキャラでやるしかないよ。持っとるキャラ、持っとる装備でやるしかないわけやから、それをみんななんか、わしの持っとるキャラ、持っとる装備でこんなに作ってみたわっていうのを紹介してもうて、で、みんなもよかったら、ここ立ってな、みんなの役に立てたら嬉しいわ、思っとるよって感動持った。すまへん。よし。まずな、私も行きます。このサッシャやね。このサッシャ・ブラウスがな、一応わし、やっとガチャで出た感じやけど、強いんよ。で、奥義必殺技は単体攻撃やろう。で、まあ、要は単なる単体攻撃やけど、まあ、防御力ダウン中の攻撃的やったら、さらにダメージアップやでってことだね。で、普通の通常技2個目のやつだね。が、まあ、これ追撃で普通の単体攻撃やけど、なんやろ、そのダメージ増加中いうんかな、敵がダメージ多く食らう状態やったら、まあ追加でダメージ入るんやでってやつだな。で、3つ目がな、全体攻撃やね。全体に、敵全体に攻撃するプラス貯めるやね。次の一撃をな 1.5 倍にするんよ。で、普通のこれがな、クリティカルダメージ 9% もアップやって、これはでかいわ思うとる。このサッシャ・ブラウスをわしなりに料理してこう思うとる。で、やっぱこれやね、このな、ダメージ増加状態で、まずな、ちょいこれをめっちゃ強くしよう思うとるんよ。いきなりこれ使えるわけやんか。必殺技はいきなり使われへんけど、これを使って思うとるんよ。2個目のこの通常技やね。で、これを強くするためにはな、まずこれやって、みんながな、使われへんわーって言うとるキャラおるんよ。どれやったっけ？あ、フロック、おったわ。このキャラやって。フロックがな、みんながこのフロック、弱やでって言うとるけどな、これ、わしはこの他者に、メッサーを思うとるんよ。この、同じホムレやんか。炎属性で、スキル。これ1個目は562攻撃アップやけど、2個目がな、バトルに登場しただけで発動するんよ。30秒間な、敵全体が受けるダメージを 25% 増加させれるんよ。これ、どういう状況か言ったら、これはね、サッシャの、あったやん、ほら、2個目のこれ。ダメージ増加状態の敵に 1378% のダメージを与えるんやって、プラスやね。通常攻撃に加えてやね。で、スキルレベルこれ6なんよ。まだまだ強くなるんよ。で、どういう作戦か言うたら、これはね、この全体攻撃してもうてのタメルで攻撃力が上がった状態で、これやな、この連撃、カルードの技法やな。これでダメージ増加状態になったフロッグでさらに追い詰めて、なんか強力な一撃を与えようもとる。これ周回とかにも結構使えるんよ。なんかこれでいくんと、で、武器はわしもあんま持っとらんけど、なんやろ、やっぱな、どれやったかな、もう準備時間をな、短縮する武器持っとったんよ。あれ、どこ行ってもらった、これなんかな、あれこれなん、あ、これはスナップブレードオークやね。で、攻撃回復アップやろう。攻撃と回復アップなんよ。で、これはね、スキルがな、攻撃1406アップに、これはね、準備時間が 20% 短縮するんよ。それから、サッシャの技がなんかちょっとでも、なんやろ、早く使えるために、まあちょいこれを頑張ってなんか短縮しようかって言ってたよね。で、防御が、わしがサッシャでつけるのがこれやな。この、これって、調査兵団マントの青やって。これ、ヒットポイント防御回心上がるんが嬉しいやんな。で、スキルは攻撃アップと、これやね、巨人倒した時の経験値、もらえる経験値が増加するんよ。2.5% アップやけど、わしはまだ何やろこれ。レベル36からあと2段階強くなるんやわ。って感じで、これでサッシャ行こう思うとる。で、あ、サッシャ、サブ入れるの、危な。おすすめで入れようか。おすすめで入れてもうての、またって戦闘力が101万5000やね。
これで行こう思ってるわ。101万5千人やな。あ、誰か来てくれてる。みんな来てくれてる。感謝やで。あ、ペトラ。ウェディングドレスかわいい。じゃあな、これでな。俺たちは。ストーリーの。仲間に一人で戦わせろと学んだか。あれ。サシャを一人で行かされて。いうわけでな、7章の女型の巨人行こう思ってる。で、ちょいなんか、なんやろ、フルーツ入ってきたらあかんから、非公開で作ってもうての、サシャ、行こうか。まずは、通常技やね。通常技の下の全体攻撃貯める工程からの2個目の通常技やね。そのダメージ増加の時に攻撃、それでどんぐらいダメージ入るか一個も取るよ。バトル開始やで。みんながいれば成功しますよ。やったるわ、やったるわ。これがジョニー・ボヘイダンやで。わあ、よし貯めるやろ。これは右の通常技だね。これ今フロック出とってやろう。で、これでどうやね。10万くらい入ったわな、ダメージな。35万8000やって。みんなが強っ。2発やった。一人なんにな。これ、ちょい、いい感じになっちゃう。で、ちょい、またこれ、逆回復しようか。これ、また、なんか、誰か入ってきたらあれやんな。でも、こういうのな、紹介してってな、みんなもなんか、あ、これ持っとるでなんか、使えるわーっていうんだったらな、ぜひやっとって思っとるよ。じゃあ話を聞くか。あれ討伐数上位の俺のおかげだな。あ、そうなん。なんかわし、おる方に似とるよう言われるんやけど、なんでやねん。うん。というわけで、最後まで見てくれたおきに、よかったら、チャンネル登録、高評価よろしく頼みます。で、みんなもな、ジョニー君さんと一緒に、ブレイブオーダー、アタックオーンタイタン仲間、なろうや。ほな、あったかくして、寝るんやで。チーズ。